日本中部地方、近畿地方、三重県南西伊勢市古市古市は、三重県伊勢市の地名。三宮街道の下空、内空の中間にある、古市丘陵を意味する場合が多いが、古市町のみを意味する場合がある。伊勢三宮名所杖、古市完成9年朝吉旅館江戸時代以前は、丘陵にあるため推理が悪く、民家もほとんどなく、くすべ号に含まれていたが、 伊勢参りの参拝客の増加とともに、参拝後に、精進落としをする人々が増加したことにより、遊郭が増え観楽街として発達し、宇治古市として、くすべ号から分かれた。江戸時代前期に、茶律女、茶球助と呼ばれる遊女を置いた茶屋が現れ、元読頃には高級遊女も抱える大棚も、出来始めた。完成6年の大化で、古市も、被害を受けたものの、 かえって議論の数は増え、最盛期の天明頃には、議論70件、遊女1000人、上流り小屋も数件、という賑やかさで、伊勢参り大神宮にもちょっと寄りという川柳があるほどに活気にあふれていたという、実編者19の東海道中膝繰り毛にも登場した。江戸時代末には、北は和町から、南は中の町まで、商家や首労が並び、 江戸幕府非行人ながら、江戸の吉原、京都の島原と並んで三大遊郭、あるいはさらに、大阪の新町、長崎の丸山を足して五大遊郭の一つに数えられた。代表的な議論としては、備前屋、杉本屋、油屋、先属屋などがあった。明治期に、古市丘陵を迂回する道路が整備され衰退し、振動に繁華街の中心は移っていった。明治五年では、 橋座三33件、正義640人、昭和初期では22件、135人に減少した。第二次世界大戦か、昭和20年の空襲で、残った芝居小屋や遊郭も壊滅し、20世紀後半には、朝吉が旅館として一件残るのみとなった。朝吉は、古い地球の斜面に位置し、階段状の木造6階建てである。明治期には、 牢場からの眺望が良い料理や権旅館、厚木縁牢として知られていた。古市備前ア伊勢温度踊りの図歌川国権は、1820年代。古市の遊郭の中でも、備前や杉本屋、油屋は別格で、中でも、備前屋は古市屈指の大牢郭で大広間、桜の間を持ち、ここで客をもてなすために、亀の子踊りを遊女に歌い踊らせて有名であった。 当時の伊勢温度は、三宮街道の和の山伏に念仏踊りを混ぜたようなものであったと言われる。ちなみに、京都祇園工部の都踊りは、古市の亀の子踊りを参考にして、明治5年に始められたものである。この備前屋の伊勢温度のほか、伊勢神宮の仙宮の沖への際の木やり歌などが荷物にならない伊勢土産として、 伊勢参りに来た人々によって全国に伝えられ、今も伊勢温度の名で各地で残っている。伊勢歌舞伎は全国的にも知られており、役者の登竜門として有名で、かつての七世、市川段十郎や五世、松本幸四郎や三世、小野菊五郎なども舞台を踏んでいる。また、江戸や上方に出る前に、まず古市で名を上げようとする者も,も多かった。しかし現在の古市には、 その繁栄を示すものはほとんど残っておらず、わずかに資料館で歌舞伎の台本などが見られるのみである。伊勢古市三宮街道資料館伊勢街道が南北に走り、バイパスである三木本道路と三行道路に挟まれている。それぞれのバイパスは徒歩圏内にあるが、古市は高台にあるため徒歩での移動は多少困難を伴う。また、南部を伊勢自動車道が横断し、 伊勢西 IC、伊勢 IC いずれにも近い。公共交通は、三重交通バス、伊勢市内営線が走り、両系統合わせて30分に1本は確保されている。正月など、内空の混雑期には、内空前から浦田町古市間は運休になる便がある。鉄道は、近畿日本鉄道伊豆津川駅が近い。同駅は、当初は、古市口駅とする予定であったが、 大阪府にある同社の古市駅との混同を嫌って、現役名になった行き札がある。また、かつて路面電車が走っていた時は、古市の北側に古市口電停があった。現在のバス路線では、前田古市口バス停がそれにあたる。ABC 伊勢古市美勢や踊りの積み絵、県立博物館公式サイトハット AB、伊勢三宮二見鳥羽様だけ、案内増ス金星町 油屋騒動。大林寺。2013年9月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年2月1日閲覧。遊郭を見る秋山孔子、林広樹京長ちく書処方2010年、伊勢三宮案内機、山崎栄太郎編内空間駅のみ存在。始発は、全便が、浦田長発になる。ありがとうございます。